はい、えー、さようならすべてのエヴァンゲリオンのネタバレをいたします。えー、っと、新エヴァンゲリオンのネタバレも入ります。えー、NHK でドキュメントを地上波でやってまして、えー、っと、それの再編集版ということで、えー、BS の方でプラス10分の、えー、追加映像を入れて、 え前後編50分50分のドキュメントをやったんですが、これが、えっと、私は BS 持ってないんですが、え Amazon の方で見れるようになってまして、本当にラッキーでした。で、今見て、見終わりまして、 と、もう一回地上波の方をちょっと倍速で見たんですが、全く違うものになってましたね。全くどころか追加ではなくって、えー、作り直しという形ですかね。同じ映像を探す方は難しいんじゃないですかね。えー、素材は同じだったんですけど、 もう一回ゼロから編集したのかなという感じですね。もしかしたら、BS、えっ、ー、と、BS と地上波ということで指が開けますけど、BS の方が最初にもしかしたらあったのかもしれないですね。BS の方は、えー、手ぶれとかも気にせずにバンバンと、流してましたね。あと、まあ、あのー、コマーシャル。 いうかえっ、ー、と、ビールのロゴとか、キッコーマンの所有とか、後ろの焼酎のポスターとかも気にしない感じでしたね。だいぶ NHK らしくない感じでした。えっ、ー、と、大きな違いはナレーションが入ってるか入ってないかっていうのがありましたね。あと、地上波の方は、安野さんのプライベート あと、あるいは性格ですかね。壁ですね。の方にフォーカスが当たってまして、あと、つなぎとして、えー、エヴァンゲリオンのアニメの素材がかなりふんだんに使われていました。えー、BS の方はもう地上波を一回見たという体ですかね。あと、あの、アンノさんというか、エヴァのファン向けに作ったんじゃないかなと。 ということで、まあ、アニメのシーンをだいぶなくなりましてで安野さんのもう分かっていること例えば札幌ポテトバーベキュー味をいつも食ってるとかそういうところはもうバッサリカットしてえー、っとそうですね作中であのドキュメントの中で安野さんが、えー、スタッフが苦労してるところを撮ってくれっていうのをそのまんま広げた感じですね。 なんか、地上波のドキュメンタリーも,もちろん良かったんですけど、かなり物足りなかったところがあったので、えー、そこを NHK は編集し直したのかなと、まさにまあ、ドキュメントの中でもシバーになるんですね。A パートがゼロから作り直しっていうことになるんですけど、まあ、そのと同じことをなぞったのかなという感じですね。 この謎ったというところが、あの BS の方は、新エヴァンゲリオンの筋立って通りにドキュメンタリーが進んでまして、えー、追加映像の第三村のシーンですね。あと沖縄のシーンですかもう追加されて、ドキュメンタリーの方も新エヴァンゲリオンの A パート、B パート、C パート、D パートみたいな感じで進んでってますね。 えー、オープニングなんですけど、オープニングでいきなりこう音楽が流れてまして、これが、えー、っと、何でしたっけえー、っと、リストの愛の夢ですかね。えー、っと、まあ、誰もが知ってる、聞いたことがあるけど、題名わかんないって。私もちょっと題名わかんなかったんですが、もうオープニングで、このドキュメンタリーは愛と、 夢のことについて話しますよというふうに、もう語っちゃってますね。それでまあ、愛というのは何なのかっていうと、夢は何なのかっていう感じですが、まあ夢はもうずっと出てくるんですよね。沖縄のところでもそうだし、まああの、風立ちぬのところですかね、ところも出てきますし、 夢はずっっと貫いてててテーマになってましてで愛はじゃあ何なのかっていうのがあって愛はもうこれはスタッフからの愛とか安野親子からの愛とかとにかく愛されてる安野秀明なんですがその愛のじゃ証拠は何なのかっていうとスタッフが作った「エヴァ・インフィニティの」のなり損ないですね。で、えー、で出てきたと思うんですけど まあ、もう大量にあるわけですよね、没が。そしてそのエヴァインフリ・インフィニティのなり損ないのなり損ないもさらにあるという、まあ、あのエヴァ・ Q で富士山が出てきますけど、まあ、富士山みたいになっちゃってるわけですよね。でそこをこう、えー、とあの黒い月がぶっこしていくっていう <laughs>、まあ、安野さんですよね。 いや面白かったですね。本当と NHK いい仕事したなと思いましたね、うんえー。で、オープニングに戻りますけど、オープニングがこう、結構ですね、えぐいんですよね。まず、アスカとモモ子を繋いでますモもも子じゃない、もよコですね。アスカとモヨコをつなげちゃった編集になってて、さらに、まあ、あの、ドアを、 あの監督がバーンと閉めるんですけど、そこで無音になって、えー、ウィンカーリレーですね。ハザードのウィンカーリレーがカチカチ言うだけになると、まあかっこいい演出がありますね。えー、まあウィンカーリレーって、まあ特撮とかでこう点滅させるときに使ってたと思うんですけど、まああれはまあカラータイマーですかね。えー、と、もう、 アンの監督はウルトラマンだっていうことはもう前提でここを作ってます。ウルトラマンの物語ですよっていうのがもう最初から出ちゃってますね。で、これまたちょっとウルトラマンまた最後にも出てくるんですが、えー、それでまあ寝落ちするスタッフの横にさりげなくこうペットボトルが置いてあるんですけど、そのペットボトルのラベルがわざわざ えとピアノの鍵盤がプリントされてる方を置いてあったりとかまあこれはわざとですよねで監督はまあサンダル入ってって「まあ、裸だしだ裸足だ」って宮崎駿に言われてるんですが、まあ、そのサンダルが初号機なんですよね <laughs> <laughs> そしてまあかおなじみのあの会議のシーンになってゼールの会議ですけど ここでなんかセリフ追加されてまして、わざわざアバン n 8号機のコントローラーの案はどうですかみたいな、美味しいシーンがありましたね。えー、っと、あれはまあ、案の監督免許がない、持ってないそうなんで、まあ、スタッフとか、まあ、もよコさんですかね、の運転するまあ、まあトラックっていうか、まあ、アルファードみたいな助手席から見た風景になったんじゃないかな。 と思ってますえ狩り慎く君がですね安野さんが書いて安野さんが作ったものじゃなければ「エヴァンゲリオン」じゃないってもう言っちゃってますねまあ「スター・ウォーズ」システムですよねこれってえー、っとまあここでちょっと編集は変わって もやこさんが、あの、ズッキーニの話をするんですよね。でズッキーニは、えー、っと、カボチャとキュウリの間のような食物、食物、食べ物じゃなくて食物ですって言ってますね。で、あなたはキュウリ食べられるし、カボチャも割と好きだよねって、まあ、すごい丁寧に説明してますね。そして、怖くないよ。 食べるのに怖い怖くないってなるんですね。まああのー、あれですよね、ズッキーニ、ズッキーニが何かっていうと、まあそういうモヨコさんもですね、なんか偏食という、偏食じゃないんですよね。 なんか甘いものが好きじゃないらしいこれはウィキに書いてありましたね。で、家に砂糖を置いていないと。で私もちょっと、えー、料理してた時は砂糖を置いてなかったですね。甘いものが嫌いなわけではないんですけど、そうですね、砂糖、甘いのが欲しい時は蜂蜜とか使ってたんで、全くも萌こさんと同じことをしていましたね。でも、まあ、甘いものは、 好きなんで、羊羹とか、ショートケーキとか、いくら食べますね。ちょっとメレンゲの甘いやつとかちょっと無理なんですけど、そしてなんか、マリーがもよこさんだっていうことで、まあ、もよこさんがアジャパーとか言うのかなと思ったら、監督が言ってましたね。<laughs> あれ監督の癖なんですかね。そして、えー、10月のシーンですね。10月になって、 でえー、ここでなんか BGM がヴィヴァルディ式になってそれも秋の曲がかかりますね、まあ、ここら辺の説明がないやり方っていうのもちょっと映画チックですよね NHK 的には多分地上波ではあまりやらないんじゃないかなと思いますねそして居酒屋でこう電柱の話をするんですよね この電柱の話がまた、小池都知事の無,無電柱化に反対する話ですよね。そしてなんか、電柱の美しさがわからんって小池都知事に言ってますね。まあこれ小池都知事に言ってるんですが、もう一人あの電柱が嫌いな人がいまして、それは宮崎駿ですね。なんかよく聞く話だと宮崎駿が、こう、 スタッフが電柱を書こうとしたら、そんな、何でしょうね、そんな汚い、汚いではないですかね、そんななんか、そんなものを書きたいんですかみたいなことを問い詰めたらしいんですけど、なんかそれを根に持ってるのかなと。まあそのスタッフが安野さんだったかどうかはわかんないですけど、まあジブリにいる限りは電柱は書けないですよね。 そう。あの監督のインタビューした編集さんからお話をちょっと聞いたことあるんですけど、電柱の話をしろと <laughs> いうことでかみや電柱みたいな感じで、その方も電柱の話をしたらしいですね。まあもう電柱好きっていうのは知れ渡っちゃってるんで、これからインタビューする人はちょっと難しいかもしれないですけど。そうですね。で、沖縄に行って、 で、これ多分 N コっていう、なんかホリ右モンとかドワンゴがやってた、やってる高校ですかね。そうはちょっと詳しくわかんないんですけど、この沖縄に行くシーンも追加されてて、結構間延びしてるんですけれども、ここで大事なシーンがありまして、まず、あの、ちらっとだけドワンゴの川上が映ってるんですよね。で、これドワンゴの川上って、 えっと、第三村でカジリョウジジュニアに会うんですけど、このカジリョウジの立場ですね。で、あそこでこう実験をしてるんですけど、まあ実験してるとやっぱりカラーの編集室っていうことですかね。で、まあそこに連れて引き合わせたのがケンケンなんですけど、ケンケンイコール鈴木敏夫。 なんで、また鈴木敏夫はこのドキュメンタリーでやったら幅を利かせてるんですよね。まあ、これはまた後でお話しますでえっ、ー、と N コ、えーで14歳の時に宇宙戦艦ヤマトにハマったと。で記憶要領のほとんどはヤマトのセリフと音楽。ここ結構大事でセリフだけじゃなくて音楽って書いてありますよね。 あんまりこう、音楽の話ってあんまり出てこないっていうか話すのが難しいからなんですけど、出てこないんですけど、えー、もちろんアニメーションは絵が最初だと思うんですけど、そこに、そのことは言わなくて、セリフと音楽っていうのを入れていると。まあ、絵はもう描けるからなんでしょうね。うん、そして、まあ、 ここでもうエヴァの秘密が明かされちゃってて、エヴァって何なのかっていうと、14歳の時に、安野秀明が見た宇宙戦艦ヤマトを具現化したものだってことが、ここでばらされちゃってますね。そしてですね、ここで夢について安野秀明に質問する場面がありまして、このドキュメンタリーのこの骨ですね、 いわゆる背骨ですね。あの、ブンダーの背骨に当たる部分ですけど、多分ここから広げていったんじゃないかと思いますが、この夢について質問した、その質問内容は、まあ、大したことはなかったんですが、もう彼らが最後に、庵野監督が弾ける時に、こう、サインをおねだりして、サインしてもらって、あれは多分、9のブルーレイですかね。9のブルーレイにサインしてもらって、 で、二人仲良く、手を繋いではいなかったですけど、あの、階段を駆け上がるシーンがあって、あれがまあ、新映画のラストですよね。あの二人を見て、そう思ったかどうかはちょっとわかんないですけど、まあ、NHK、美味しいシーン持ってますよね。あそこちゃんと通ってるっていうのが、あれがやらせじゃないことを祈りますけど <laughs>。 それでですね、また追加シーンがありまして今度は多摩で第3、えっと、村のミニチュアを監督が散々いじるシーンが追加されてましてこのあの2人が沖縄の2人が階段持っていくシーンにつなげて今度庵野監督が第3村のミニチュアの、えー、セットが置,置いてあるところの階段を登るシーンにつながっていきますね。 で、やったら、これ、階段が出てくるんで、宮崎駿も確か階段から降りて登場みたいなシーンで、階段が一つのキーにはなってると思います。それで、ここからはですね、エヴァインフィニティのなりそこないの話がずっと続きます。えー、第三村でも何回やり直したんですかね。やったら、ま、電柱に、 電柱にこだわる、電柱にこだわる、っつったら電柱だけじゃなくて他のことにもこだわってましたね。まあ、電柱がくどかったからなんでしょうけど、電柱のシーンは、えー、と BS で追加されたのかな。うんと、日のみあぐらとか、あと、あとコンテナの置いていく順番ですかね。まあ、そういうとこにこだわってましたね。 でも監督は、まあ、見どころは、監督はあの平均台のシーンですよね。アニメではおなじみの両手を開いて一本道を渡るみたいなのを監督がやってしまうっていう。あそこはお宝映像じゃか、映像ですよね。えーまあそこで えとナレーションがなくなくったんですけど実は監督会議の中でナレーションで進めたらいいって言っちゃってるんで、まあ、それに甘えて多分 NHK 地上波の方はナレーションにしちゃったんですけどまあこれはエヴァでもアンの監督に限らず言ってることと本心っていうのは必ずしも一致してないっていうか自分でも嘘ついてることってあると思うんですけどまあそれの一つじゃないかなってきますね。まあ ナレーションでいいって言ったけど、まさかナレーションで進めないよねっていう、まあそういうことだと思うんですよね。で、NHK のスタッフも多分分かったと思うんで、今回は、実はナレーションが樋口慎治になってるっていうことですよね。これが結構いい味を出してて、まあ樋口慎治っていうのは、まあエヴァーっていうところの冬月ですかね。で、まあ、アンノの 内面を肩代わりしていってくれるという、まあ、こんなにありがたい存在はないですよね。まあ、それで作りたいものを作るために手段を選ばない。そして友情に日々が入る。<laughs> でも作品、大、市上主義と <laughs> あ。ああ、ひぐししちゃんと言ってますね。シン・ゴジラも大変だったんでしょうね。シン・ウルトラマンも。うん そして、東方のシーンになって、まあこれ、物語冒頭からなんですけど、え、暗雲が立ち込めてるんですよね。暗雲が立ち込めてって、雨は降るわ、嵐になるわって、まあ、あれはもうスタッフの気持ち、というか、まあ制作進行が雨嵐だった、ね、どんより曇ってるっていうことを、まあ、 言ってるわけですけれども、まあそういう、それがまた最後に効いてくるっていうのがね、まあ多分ドキュメンタリーなんだけど、まあ映画、ドキュメンタリー映画の体で作ってるのかなと思いますね、うん。そしてまた映画インフィニティのなり損ないの山を作る話になって、まあ、えー、第三村の あ,のあれですね、宮崎駿家じゃなくて、あの、院長家の、まあ、小芝居ですよね院長、院長家の小芝居のところで、えー、宮崎駿、後にこれ、ドキュメンタリーの、このドキュメンタリーの中で分かるんですけど、あの、院長家って、えー、風立ちぬのは、フレコだったっていうことになりますね。 それはまた話したいと思います。で、えっ、ー、と、素材がもうありすぎて、大変すぎると。まあ、素材ってありすぎると、もう選ぶのも大変とか、選ぶ前に見なきゃいけないんで、えっ、ー、と、見るにも見れないですよね。あの、要するに、ベクターデータで撮ってるっていうか、だけなんで、まあ、無限に回せば、回せば無限にあるし、 時間軸もずらしたりすれば、まあ、いくらでもあるっていうことですよね。そうするともう、あの方、方論だと、アングルは探れないんじゃないかなって思いますね。でもまあ、スタッフはそれをなんか聞きとして、まあ、それがいいと。素材がいっぱいあれば、嬉しいんだよ、あの人は、みたいな。<laughs> <laughs> ああ、愛ですよね。 愛の証明として、バイインフィニティを積み上げるっていうね。いや、すごいですよね。まあ、監督も自分で最初からやると、自分で全部やった方が良くなっちゃって、それ以上のものは出てこないっていうことですよね。うん、まあ、だけど結局まあ、 あいですね。これ、ひぐししさんかどうかはわからないんですけど、えっ、ー、と、一旦は人に任せると。いつも、安ンさんはそう思ってると。なのにそうならない。最終的に安ンさんが全部塗りつぶしていくと <laughs>。迷惑な話ですよね <laughs>。まあ、だから書き換えていくことでしか、安藤さんが満足いくものは作れないと。 いやーかなりスタッフは大変だと思う。要するに安野さんが、何でしょうね、塗りつぶすため、安野さんが別のものを作るための素材っていうか、まあ下地作りっていうか、何でしょうね、安野さんを追い込むための素材作りみたいな。 そのエヴァインフィニティを作るっていうね。もう最初からボツになるってことは分かってるのに作るみたいな。それは、まあ、精神的にしんどいですよね。まあ、あの、カメダの前で、あの、居酒屋で、まあ、すごい酒飲んでますよね。あの、地上波では、確か日本酒1回しかおかわりしてないんですけど、BS の方でなんか5回ぐらいしてましたかね。 で、あと、お茶頼んで、普通の人って、あの、日本酒飲んで、飲み切ってお茶を頼んで,おで、お茶で余裕を覚まして終わりなんですけど、飲んべの人って、私もそうなんですけど、途中で、あ、これはやばいなと思って、日本酒飲むのはやめないで、お茶頼んで一緒に飲むんですよね <laughs>。うん、あれはよくわかりますね。 そして、は手前にこうビビ、ビール瓶、ビール瓶じゃないですね。ビールジョッキが置いてあって、それがこう、パッと、あの、まあ、ビールジョッキなめになってて、それをパッとこう、取って、いつの間にか、ウロハイみたいなのに変わってるっていうシーンがありまして、まあ、あるミサトさんの、あの、シンジ君の大事なところを隠してた、えー、エビスかなんかを、えー エビスの関音ですかね。もうこう取ったら UCC の缶コーヒーが置いてあるみたいな、あの、東宝ギャグですかね。東宝ヤクザものあのー、玉代さんの旦那さん、カズ慎太郎ですかね。ギャグですかね。でもまあ実は見たことないんですけど。えー、そしてまあ安野さんはまあ、会議数のあの、上がりっつうか、 畳上がりで寝てましてまあ,あの初号機のサンダルなめで <laughs> 寝てて机の奥に隠れて寝て,てまて、あ、隣に太陽の塔の置物が置いてあるっていうまあシュールな絵が挟まってますねで監督がまあ A パットの直しをねえっ、ー、とみんなにするとゼロからしますと 言ってまあみんなが、うん、そうですか、みたいなとこになるんですけど、そこで、まあ、あの、監督が、これ地上波ではカットされてたんですけど、監督が、これは私のうつだった時のことを再現してます。上がって下がって、こう上がってみたいなところを再現しましたって言っちゃってるんですよね。結構、あのー、 シンジ君が監督だみたいなことを言うと怒る方が結構言っていて映画は映画だけで楽しみたいっていう、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、まあ、監督がもうここで再現あれは再現ですって言っちゃってるんでまあこれはもう確定ってことですかね、えー、監督が打つから、えー、それもまあこのドキュメントの中で言ってますけど Q を作って、うつになって、立ち直る話。っていうことですね。それが、この第三村の A パートですね。だから、ま、新エヴ場作ってないんですよね。まだね、A パートって。A パートって、あのー、新映場作るまでの、立ち直る話なんですよね。新エヴ場始まってないっていう、それが新エヴ場っていう、まあ、そこが面白いですよね。 まあそれであのー、鈴木敏夫になるんですかね。鈴木敏夫がまた出てきて、ここが、えっ、ー、と、後半ですね。後半になって、えー、後半になって、えー、鈴木敏夫が出てきます。その、今度はなんか、ビバルディの四季の夏ですよね。 夏でこう、まあちょっと前半の振り返りみたいなことがあって、まあエヴァインフィニティ、まあイコール愛なんですけど、エヴァインフィニティのなり損ないを作ってるっていうオープニングで説明をしていて、で、その上で安野さんが作ると、まあ要するに安野さんが作ってゴシック的な作り方をしていて、しかも天才は、 ルール変えちゃうからずるいっていう。そうですよね。アンノさんだから許されるってか、アンノさんが愛されてるからってことですよね。で、まあ、このいきなりこう、鈴木敏夫がバーンって登場して、で、スタッフに、まあ、NHK のドキュメントスタッフ、久保田さんですよね。久保田さんに、アンナのふるさと取材したらどうですかって、そこに秘密が、 ありますそこに鍵がありますみたいなことを言うんですけど鈴木敏夫もドキュメンタリーまで自分の思うようにしてるっていうもうこれは結構衝撃的でしたね鈴木敏夫の息がかかってないところはないんじゃないかっていう感じですよねまああの大えああ大え第三村のエパートで、えー、庵野秀明が庵野秀明とまいうのは君ですね もうちょっと紛らしいんですが、シンジ君が立ち直るまでに何をしたかっていうと、まず、あの、風立ちぬのアフレコをして、これがあの、院長の家ですよね。院長の家でアフレコをして、そして、ネルフの廃墟このネルフの廃墟っていうのは、東方の特撮スタジオだと思うんですけど、ここであの、釣りをしてるんですけど、これがまあシンゴジラを作ってるってことですかね。 で、第三村で新ンゴジラを作って、まあなんか立ち上がって、じゃあ文太に乗りますって文太に乗るっていうのはまあ空に戻るってことですよね。で、こっから新エヴァようやく始まると。<laughs> なんというか衝撃的だったのが会議で A パート削っちゃっていいんじゃねえかってって、まあ確かにそうですよね。A パート削っちゃっても新エヴァ全然成り立つんですけど、A パートがあったからこそ新エヴァこんなに好きになったのかな,な,ったのかなと思いますね。 っていうか A パートが神話なんですよね。A パートがなかったらもう、こういうことはしてなかったかなと思いますね。で、まあ,あ、あの、安野さんの少年時代の友達に会うんですけど、このシーンはいらなかったんじゃないかなと思いますね。<laughs> ちょっとなんか、里帰りした感を出したかったのかな。 と思うんですけどそしてえー、っとこれからどこに行ったかっていうと宮崎駿に会うのかなえー、っと宮崎駿のドキュメンタリーあのインタビューが入ってここで宮崎駿はんか一緒に仕事をやらないことが大事だと <laughs> 喧嘩になるに決まってる。自分の方がいいから <laughs>。もう、これ聞いたときもナウシカ2の協作はないのかって結構がっかりしましたね。まあ、みんな、ナウシカ2撮りたいらしいんですね。アンナさん以外でもね。だけど、宮崎駿だけが OK しないと。まあ、実質新エヴァっていうか、エヴァシリーズがナウシカ2ではあって、ナウシカ超えちゃったような気がするんですけど、 まあ、嫌がらせですよね、宮崎綾菜。直しか取らせてくんねえなら、直しかより超えるたもの作ったるわ、みたいな感じですかね <laughs>。ここでちょっとこう、アフレコのシーンが入って、なんか、黒綾波って言ってたのが、一応公式では、えっ、ー、と別レ、別イえっ、ー、と、別人の霊と書いて別レイですね、っていう名前なんだったんですね。要するに、 黒綾波ってかい、あやじゃなかったってことですよね。なんか黒、黒くもないと。要するに、本当にクローンの一人という感情移入をさせないような名前が設定されてると。なんか黒あやなみって書くともう愛着湧いちゃいますよね。そこら辺は本当割り切って考えてるんだなと思ってますね。 それで、ま、ここでですね、なんか、セリフが、綾波のセリフで、まあ、あの、しれ、出てこなかったですよね。あの、えっ、ー、と、綾波レイの声優さん、えっ、ー、と、灰原、灰原、あの、名探偵コナンの灰原愛ちゃんの声優さんですよね。あの人、なんか、写真 NG なんですかね。 顔出し NG なんですかね。出てこなかったですね。ちょっと見たかったんですけど。えー、それでまあ、わからないって、綾波レイならどうするのっていうようなアフレコをこう何回もやらせると。そしたらこれも面白かったのが、安野監督はもうちょっと自信情けがいいんだけど、みたいなことを言うんだけど、そしたら、うんつって、綾波の声で返事してるんですよね <laughs>。 いや、本当良かった。うん。まあ、ここもこう、綾波霊が分からないって言ってんだけど、安野監督も分からなくて、みんな分からないっていうカオス状態になってて、こう、エヴァ作ってんだか、何なのか分かんなくなっちゃってるんですよね。それがまあ、そのまんまこう、ナレーションに入って、感情に入っていくって、何作ってるのか分かんないって、監督から何からみんなそう。 その中でもう制作進めててアフれこしちゃってるっていうそういうもう最高のシーンですねここはねまああれナレーションがまあクビになったんでまあ樋口監督が樋口監督なのかな樋口監督がまあずーっとこう心情を喋ってて別撮りしたとは思えない です何、ね、か別発注じゃなくてちゃんとあれだけ何も言わないで喋ってるのかなと思うとよっぽど言いたいことがあったんだなっていう <laughs> そこでまあなんか必ずしも終わらせなくてもいいんじゃないかなってでも,なんかもうなんか監督とかの努力とかはまず監督が思ってることを、まあ、ひっくり返しちゃうようなこと言っちゃってまして無理やり終わらせようとしてたらまあそれはすごく。 苦しいんだと、まあ、確かに無理やり終わらせてる感がありましたよね。うんでまあここでなんかまあエヴァっていうのは本人が作り出した物語本人、ね、安野秀明ですね。で物語でありキャラクターだから。 何かある、どうなるかっていうのは当事者以外わかんない。当事者って言のも安野さんですけど、まあ、ここは安野さんって言えないところはまあ客観的な見方をしてるのかな。客観的に見てますよっていうことなんでしょうけど、まあこれ当事者以外わかんないって言って、次はまた本人から出てくるんで、また全然違うんですよね。また、安野さんの呼び方が一定してないっていうところが、まあ、その多重人格っていうか、 人格が定まってないんですよね。それでまあ、このエヴァがなかなかできない状況を、文弁師の前で待ってるお父さんみたいなもんって言ってるんですよね。まあこれは第三村で、まあそういうシーンもありましたし、文弁師の前では待ってるお父さんっていうのは、樋口真嗣のことですよね。自分のことですよね。ということは、安野監督の 父親代わりだと思ってるってことですよね。で、庵野監督の父親っていうのは、まあ、シンジ君の父親ってことは、まあ、ゲンドウで。で、ゲンドウの、ええー、と。シロゲンドウって私は呼んでますけど、ゲンドウの。まあ、あの、優しい版ですね。優しい版っていうか、まあ、百パーセント。シンジ君は。のゲンドウが、まあ、し。ええー、シゲンドイコールカオ薫君ですよね。だから、やっぱり。 樋口信二は軽くの立場で安野秀明のそばにいるとまあ冬月きの立場でもありますけどねまあそれでこう安野監督が「エヴァなんで作ったのか?」って話になってもうここで衝撃的なこと言うんですよねなんか人間一番いい仕事をするのは35歳と。 人生で一番いい仕事をする時にちゃんとしたものをやろうとこれエヴァのセリフの中に入ってないですよね俺言ってくれればね35歳にいい仕事をしようとそこまで頑張ろうってみんな思ったんじゃないですかね自分だけそれやるのずるいっすよねまさに天才がルールを変えるっていうか これ知りたかったんじゃないかな。もう相当昔ですよ、35歳って <laughs>。そこでも今度、あれですよね。あの、宮崎駿に呼ばれて、風立ちぬのアフレコテスト始まりまして、それで、え、アフレコのテストが、あの、風立ちぬの主人公が、 えっと、駄菓子屋さんで、えー、シベリアを買って、幼女ですよね。また幼女でできましたね <laughs>。幼女に食べないっつって断られるシーンありましたね。あれって、<laughs> あれ、委員長の家ってやってること,と同じじゃないですか。委員長のお父さんが美味しいご飯を用意して、シンジ君に食べろっつって食べらん。 説教をするまで、説教がついてますかね。説教は付け出しですよね。うん。まあ、委員長のお父さんが宮崎駿なんですよね。で、まあ、鈴原当時が宮崎五郎ですよね。まあ、委員長が渡辺真由,由あの、これは NHK 夏空から引用です。見てないですが。なんで、あそこ、委員長の家って、 あのジブリのアフレコスタジオだったっていう風にこの前気づきましてそうすると落ちますねあのシン・ゴジラの前に風たちに作んなきゃいけないんで風たちぬあそこで作ってたんですよねで院長の家ではまあ収まりが悪くてケンケンですねケンケン鈴木敏夫ですけど鈴木敏夫に連れられて、えー、ネルフの廃墟に行ってあそこで一人シン・ゴジラを作ると。 もうなんか鈴木敏夫が暗躍してて怖いですね。ねえジムに乗ってますね。ジムに山内の鈴木ですね。それでまあここで「風立ちぬ」の完成シーンからカットがワンカット流れましてこれは地上波ではなかったですねで。ここのシーンが最高なんですよね。こう 雨,雨上がりで、えー、っと虹が出ててで、えー、主人公が虹なんかすっかり忘れてましたそうするとヒロインが「生きてるって素敵ですね」って言ってあし主人公ですねヒロインじゃなくて主人公ですね生きてるって素敵ですね この前のシーンでなんか自殺未遂の話をしてるんですよね。もうそれだけでちょっとビビりますよね。このシーンが入ってくるってことがね。そしたら、まあ、あの、えー、行きましょうと。きっと父が大心配し、してますっていうことですね。えー、これは虹、 なんかすっかり忘れていましたって。虹っていうのは、まあ、これエヴァ完結ってことですよね。エヴァが完結することはもうすっかり忘れてたと。そして生きてるって素敵ですねって。これはまあ自殺を思いとどまったっていうところからですよね。そしたら今度ヒロインが、行きましょう。行きましょうの息はもういっぱいあるんですけど、生きるの息ですよね。で、風立ちぬのテーマも生きろですよね。あれって安野秀明に言ってたんだなって。えっ、ー、と、生きるは、 えっと、死ぬっていうことですよね。あの、死ぬのを生きる、行くっていう意味がありますよね。きっとあの、父も、きっと父も、大心配していますよって。父っていうのは、まあ、宮崎駿ですよね。で、宮崎駿が、エヴァいつ終わンの死ぬなよ、っていうことですかね。で、またここのシーンが、BGM が、ラピュタ、 を編曲した BGM になってまして、まあ、ラピュタってあの父の夢を息子が追う物語なんですよねラピュタをねいやはやこのカットを持ってきた NHK すごいよくはよく持ってきましたうんそしてまあ宮崎駿がまああんのが いつもあんのですよと。あんのはあんのであればいいんですよ。もう2回言ってますね。大事なことですからね。もうとにかく頑張れって。俺はもうだいぶくたび,くたびれてきたけどお前まだ頑張なきゃダメって。宮崎駿も死にそうですね <laughs>。こんなね、周りにこう全肯定されて。まあ、会わない人はみんな逃げてっちゃうと思うんですけど <laughs>。 それでまあ、宮崎駿にさえそこまで行ってもらえるっていうね。まあね、幸せもんですよね。そしてまた今度カラーに戻って、こっからだからカラーに戻って、まあ C パート、D パートですよね。まあ C パートですよね。まあ C パートとて実はまあ、アバンの話だと思うんですけど、まあ、まあかなりもうスタッフにもダメ出しをしていくわけですよね。まあこれはまあインフィニティがまあさらに、 インフィニティの復活ですよね。インフィニティの内側の山がこう積もっていくわけですけど、まあアクションシーンの演出が全部なんかアンさんの逆に入ってると。ここはまあ天才なんでしょうかね。要するに凡人、凡人たちで,ですけど、まあ普通の人がついいと思って作ったやつの逆がいいっていうことですよね。まあなんか、 安野さんの戦闘シーンってちょっとおかしいんですよね。なんか格好悪いんですよね、逆に。なんかこう、ロボットが機械的な戦闘をしているのに肉弾戦みたいな。まあ、やっぱり特撮なんですかね。特撮のなんかセンスなんですかね。なんか、ロボットがやってメカが 戦ってるように思えないんですよ、ね、いや本当でも自分で登ったアニメって言っちゃってましたけど <laughs> ですねまあでもこれまたずるいんですけどまあずるいプロデューサーとかディレクターの上等手段でまあブラック企業もありがちなんですけどなんか自ら頑張りますって言わせるパターンですよねそう アンノさんがスタッフに侵食してって、なんか、自分から命削りますみたいなこと言わせちゃって、もう AT フィールドがもうバンバン無くなってますね。えそしてまたアフレコに戻るのかなアフレコに戻って、えまあ、ここはまた貴重で、ゲンドウとシンジの声優のツーショットですよね。なんかアフレコって、 近くでやるんですね。なんか近く、近くでやるとお互いの声が入っちゃうのかなと思っちゃうんだけど、別撮りした方がいいじゃんって、まあ単純に思っちゃうんですけど、そうではないみたいですね。なんかすごい近くで撮ってましたね。まあ、リアル親子ですよね。リアル親子のツーショットで、しかも絵コンテが、なんか、玄道看板って書いてあるんですね。看板って、あの、ブンダーの看板シーン。 ですよね。あのその後こう脳を打たれてあ脳じゃないね頭を打たれて目ん玉が外艦みたいになってこう、えー、脳みそ拾うってシーンにつながっていくと思うんですけどそしたらまあ NHK また憎く,くてこう子憎たらしいというかなんかあのー、オンエアじゃオンエアではなくてあのー、なんかアフレコ取るときはシュートって ことですかね、あのカメラのシャッターを切るときのシュートっていう赤いランプが点滅するみたいですねでこのシュートっていう看板を撮るんですよね看板っていうかサインですねそうだから玄度が看板で頭を打たれるっていうことをここでまあそういうシーンですよっていうことを演出していてまあ憎たらしいですよね、まあ、ここでちょっと気づいたんですけどこれこのドキュメンタリー深夜場なんじゃんっていう 新エヴァを同じ系列で裏から取ってるんだっていうことで、これ、新エヴァの新エヴァで、新、新、新エヴァなんですよっていうことですね。なんか NHK、すごいですよね。まあ、地上波の方がちょっと表紙抜けしちゃったところもあって、まあ、それだけでお宝で、それだけでもよだれが出るぐらい良かったんですけど、そんなもんじゃないと、俺たちが本気出したらこういうことができるんだよっていう、 ことをやりたかったんですかね。これ DVD つか、まあ DVD 古いですね。ブルーレイで、まあ特典になるんですかね。まあちょっといろんな人が出てきて大変だと思いますけど。そうですね。まあ本とか、本棚の方は全部ぼかし入ってたりしてたんで、うん、スタッフもなんかぼかし入ってる人いましたし、これはちょっとソフト化されそうな感じですよね。 ソフト化したら買っちゃうかな。アマゾンがずっと見れるなら問題ないですけど。えー、ちょっと道のね、声優さんと監督が喋ってるシーンがあって、なんか地映画剣道なんですよね。まあ、これも結構感動しましたね。そして、ここも地上波ではなかったんですけど、コロナになっちゃうシーンですね。まあ、安野監督がコロナになるんじゃなくて、まあ、世の中にコロナが入ってきたシーンで、 安倍晋三が、えー、演説してるシーン、演説してる声も流れますね。で、多分これ地上波ではコロナのこのシーンはなかったと思うんですけど、これで安野さんがね、日系の株を気にしてるっていうね、もう安野さんといえば株ですよね。大きな株。もう株を株にかけてまた株にかけるっていう、うん、 NHK ね、多分もう気づいてないところでいっぱいやってんのかもしれないですね。それでこう、コロナになって、えー、監督もリモートになって、まあ誰もいなくなっちゃうんですよね。カラーに。にちょっと気づいたのが、なんか監督の椅子だけアーロンチェアみたいなんですよね。<laughs> 全員アーロンチェアにしてあげたらと思いますけどね。 経費だしアーロンチア最高ですよ、うん、私もえっ、ー、とオフィスに持ち込んで使ってました自分のアーロンチア、うん、今アーロンチアあのーあのー、タクシーですねジャパンタクシーって、あのー、東京オリンピック仕様のタクシーあるんですけどあれだったらこう鉱石の座席が折りたたんで電動車椅子が流行なってるんでアーロンチアも カンって入るんですよね。何もしなくても。うん。なんかジャパンタクシーの人に聞いたら、椅子3つ運んだやつがいますとか言ってたから、まあ結構定番らしいですね。ぜひ、ジャパンタクシーで椅子を運んでください <laughs>。そしてこう、安野さんもなんか、リモートに対応しちゃって、なんか普通にこうテレビ会議をしてるんですよね。まだから、そうすると今度紙、最初にね、この冒頭に、 紙で付箋紙貼って、さらにその付箋紙をブロックにして、シーンを貼り替えるみたいなシーン、シーン、ま、またシーン、シーンがこうありまして、あれが生きてますよね。そこでこう、安野さんがデジタルトゥデジタルになったと。安野さんも進化してる。聞き対応能力が高いっていうね。素晴らしいですね。あの最初の付箋のシーンがここで生きてくるっていうね。 なんですよね。そしてまあもう、ざーっと行って、えー、最後のカット、あと何個ですよ、あと何個ですよって、日めくりの逆ですよね。日めくりじゃなくて、逆に上に貼っつけていくっていうねうん。あれもなんか履歴を取るっていうことですかね。あれを張り替えるんじゃなくて、上に貼っていくっていうのが武将なのか、それともこう、 後で履歴を確認するのかわからないですけど、あれ良かったですよね。あの上に貼ってって、最後、えー、ラッシュ、編集終わって、編集スタジオから出るとこぐらいから、なんか残酷の天使の邸座ですかね、が流れて、うわやっちまったなと、NHK、ここまで良かったのに、こんなダサい終わり方をするんだと思って。 <laughs> やっちまったと思いましたね <laughs>。それでこう出てきて、したらまあみんな拍手するわけですよね。終わりましたって安野監督が言ったらみんなおめでとうっておめでとうは言わないですけど拍手をして。まさにおめでとうですよね。エヴァのシーンを見てるみたいでしたね。そしたらこう。 終わるのかと終わらないかと思ってましたよってスタッフに言われて、あ、監督が淡々と終わらないアニメはないからねって、公開日迫ってるし、みたいな <laughs>。<laughs> おいら、おいら冷静ですよ、みたいな感じなんですけど、その八、安野監督の肩越しに、ウルトラマンのポスターが貼ってあるっていう安野監督を見つめてるんですよね。そして、ここで、 この見つめてるシーンの時に残酷の天使のテーゼの歌詞が私だけをただ見つめて微笑んでるあなたっていうのが来るんですよねもうウルトラマンがアルカイックスマイルのウルトラマンが安のを見つめてるってもうああこれをやりたかったんだなっていうまあそこでは残酷の天使のテーゼなんで流したのかっていうのがわかりましたね そしたらもう、あと歌詞に注目して進んでいくと結構笑っちゃって、これが歌詞が、残酷の天使のテーゼの歌詞がですね、あなただけが夢の、あなただけが夢の死者に呼ばれるよっていうのがあるんですよね。ま、ここで夢入ってきましたね、また。そして死者、死者っていうのは死との死ですね天。えっ、ー、と、天使っていうのは使い物ですよね。 なんだけど、この、どう見ても、この死者の、死者ですよね。あの、映画の死者とかけてますよね。そして、うおーって来たときに、今度、えー、残酷の天使のテーゼのボリュームが下がって、えわ、ー、からないっていう、あの、例のアフレくり散々やったシーンが流れるわけですよ。もう、それだけでも結構感動なんですけど、このわからないっていうが、まああれですよね、庵野監督の、 心の中の安野監督の叫びですよね。そして、えー、その後に、アフレコではなかったアスカさんの声で、3番館から排除するっていう声が流れますね。これも3番から排除、排除ですよね。3番方何かって邪魔するもの、異論とか障害ですね、を排除しますと。 で、火事そのまま、火事そのまま、火事はそのままですよね。火事そのままで、で、最大全速で行きました。お最高ですね。なんかこのシーンとか、まあ、風立ちぬのシーンもそうですけど、よく撮ってきたなと。ここを選んだセンスは脱毛ですね。そしてまた残酷の天使のテーゼのボリュームが上がって、 人は愛を紡ぎながら歴史を作るってなりますね。ここで愛が入ってきますね。で、歴史を作るってのは、エヴァイコールアニメですよね。そして、女神なんてなれないまま私は生きるって。女神ってなったらこ、このアンの模様が映るんですよね。うわぁ、来たなと。<laughs> それは言い過ぎなんじゃないかなって。まあ、なれないって次、歌詞になってますけどね。えー、それで私は生きる。私ってのはアンの秀明ですね。 で、こっからも庵安野監督が、宇部新駅で、iPhone 片手に走りまくります。そして、階段の一つ飛ばして、登ってって、で、改札を駆き足で出てって、週、おしまいってなりますね。これ、残酷の天使のテーゼが流れて終わるっていうのは、 えー、エヴァファンが予想してた最後の終わり方の一つだと思うんですよね。だからそれをここでやると。このドキュメンタリーでやってくれたって NHK。本当 NHK 力出せばすごいんだなっていうことがよくわかりましたよね。うん そう、NHK よくやったと思います。そしてありがとう。